皆さんこんにちは。今回は日本で初めての鉄道となった新橋横浜間が開業するまでどんな出来事があったのか、多分小学生でもわかるように解説していきます。では早速見ていきましょう。それは今から約170年前の江戸時代の頃でした。ある日、ロシアからとある人が長崎にやってきました。何をしに来たのかというと、そのロシアの人はこのように言いました。俺たちお友達になろうよ。当時の日本はオランダと中国以外の海外の国とは関わらず、引きこもりみたいなポリシーを持っていました。そのため輸出入もオランダと中国の2カ国オンリーとなっていました。一方、この時代欧米の国々はアジアやアフリカに行き、自分たちのテリトリーにしていました。そして遠く離れた日本にもやってきて、その中の一人がとあるロシアの人だった形です。さて、来日したロシアの人はプラレールみたいなものを持ってきました。そしてロシアの人はこのように言いました。どうだ、すげえだろ。当時欧米では鉄道が本格的にデビューし始めていたのですが、日本にはまだなく、日本の偉い人たちも鉄道というものを知らなかったため、プラレールを見て驚いたそうです。その次の年になると、ペリーという人がアメリカから日本にやってきました。今回は2度目の来日になったのですが、ロシアの人のものよりも大きめのプラレールを持ってきました。そしてペリーはこのように言いました。どうだ、プラレールに乗ってみるか。ペリーが持参したプラレールは人が乗れるほど大きいサイズだったため、何人か乗せてデモンストレーションしたとのことです。その後、日本の偉い人たちは欧米に社会科見学に行き、実際に鉄道に乗って鉄道のメリットなどを勉強してきました。ただ日本の偉い人たちはこのように言いました。今は鉄道作る余裕ないな。当時は江戸時代の終わりの頃で、国内ではいろいろと揉めていて、内戦がスタートしようとしていたため鉄道を作る余裕はありませんでした。その後、日本の運営システムは大きく変わり、江戸時代が終わって明治時代に入りました。ここから日本を運営することになった明治政府はあるポリシーを持っていました。明治政府はこのように言いました。国を豊かにして軍隊をガチで強くするぞ。国全体を発展させ、欧米の国々に負けないように軍隊を強くするというポリシーを持っていました。これを富国強兵というのですが、その一環として明治政府はこのように言いました。うーし、鉄道を作るぞ。当時日本の交通手段はろくになく、欧米に大きく遅れをとっていました。ただ国を発展させるためには人や物を行き来させる手段が必要でした。そこで作ろうとしたのが鉄道で、とりあえず東京から大阪方面へ作ろうとしました。ただ明治政府はこのようにも言いました。お金ないな。国の運営システムを大幅に変えていた時期だったため、システムのアップデートみたいなところにいろいろとお金がかかっていて、鉄道を作る余裕がありませんでした。また政府の中の一部の人はこのように言いました。鉄道なんかよりもまずは軍を強くする方が先だろ。鉄道を作るプロジェクトよりも軍隊を強くして、とにかく武器や兵士を揃えるのが先だという意見も出てきました。こんな感じでいろいろと事情があったのですが、最終的に明治政府はこのように言いました。とりあえずお試しとして新橋横浜間に鉄道を作ってみよう。こうしてモデル線区として新橋横浜間にて鉄道を敷き、人々の反応を見ることにしました。その結果、今から150年前、日本初の鉄道がついに開業しました。ロシアやアメリカからプラレールで紹介されてから約20年後のことでした。さて、鉄道がデビューした日本はその後全国各地に鉄道が次々と作られていくことになりました。かつてはしょうもないプロジェクトとしてディスられたこともあったのですが、実際に完成すると一気にトレンドになった感じです。というわけで、皆さんも何か新しいことがありましたら恐れずにチャレンジしてみてくださいね。以上、日本で初めて鉄道が開業するまでの大雑把な話でした。
なお、この動画には間違った内容や作成したおっさんの意味不明な想像が含まれているかもしれませんが、この辺は許してくださいね。じゃあ、今日の授業はここまでとします。気に入った方は高評価をお願いします。また、チャンネル登録もお願いします。